家を断捨離してキャンピングカーで日本一周中のガタガタゴーゴーのむっちゃんです。今日ねガッちゃんおらず私一人で画面に映ることになるかと思います。今回ティッシュペーパートイレットペーパーをどれだけ使うかっていう検証をしました。防災対策にあるこの紙類ですね、これにスポットライトを当てて日本一周キャンピングカーで生活する夫婦はどれだけペーパー類を使うかという実証実験になります。動画にした目的は普段どれだけペーパー類を使っているか把握をしておきたいなと思ったからです。まあ、把握ができていればいざという時に買い占め行動にもつながらないですし、保管場所も取らずに無駄に保有することなく安心できるのでいいかなと思います。私たちの生活スタイルですがお互い花粉症があります。なので2人とも春先はすごくティッシュをたくさん使います。そしてトイレ付きのキャンピングカーで生活しているのですが、果たしてこのトイレでどのくらいトイレットペーパーを使うかですね。でこちらキャンピングカーのトイレになりますが、まあ、朝から晩まで毎日大活躍のマルチルームとなっております。はい、ティッシュが終わったので新しいティッシュを開けます。開封した日が分かるように日付を書いていきます。はい、今日から使うこのティッシュ何日でなくなるかですね。ティッシュがなくなりました。やっぱ花粉症の時期だからねすごい使いますね。はい、数日前にティッシュペーパー使い終わりましたが、時を同じくしてトイレットペーパーもなくなりました。今日から新しいペーパーで何日で一巻きトイレットペーパー使っちゃうか実験していきます。はい、マルチルームからです。トイレットペーパー終わりました。はい、ということで我が家ではティッシュは花粉の時期2人で使って4日でなくなっちゃいました。そしてトイレットペーパー、トイレットペーパーは1週間で使い終わっちゃいました。トイレの回数、ティッシュを使う回数、個人差がとても大きいと思います。時間に余裕があるときにいざというときのためにこのように実証実験をされておくと少しは安心できるかなと思います。トイレットペーパー、ティッシュペーパー、お好みがそれぞれあると思いますが、私のおすすめは巻き数が多いトイレットペーパー、そしてビニールに入っているタイプのティッシュペーパーだと、まあ、防災の持ち出し袋の中に入れた時に荷物になりにくくたくさん使えるのでいいかなと思います。地味な実験になりましたが、お時間に余裕のある時にやってみられてはいかがでしょうか。それでは本日はむっちゃんがお送りしました。またの動画でお会いしましょう。またねー。